キルギス共和国の戦争無紙幣に描かれたジュスプ、ベラサグニンの、肖像ユースフ・ハース・ハー・ジブ、アラビア語、ユスーフ・ケイ・チェイ・エセス・ホジブ中国語、タマソはじめ、コウココ、コウヨシはじめキルギス語、ユスーフ・バラザ・ヒューニー・ジュスプ・ベラサグニン・ウイグル語、ヤサップ・ゼス・エジップ1018または1019年頃から、は、カラハンアサの大事重。11世紀に、 カラハンアサの首都であったベラサ軍で生まれ、最初期のトゥルク語文学作品の一つである、クタドゥグビリグの作者として知られている。ベラサ軍において、トゥルク系貴族の古い家柄に生まれ、イスラム教徒であった。道場の副とであったカシュガルの宮廷に仕え、一年半をかけて、陰文形式で君主のためのあるべき姿や貧困を説いた教訓、道徳の書として、上記の、 クタトゥグビリグを表した。1069年から1070年頃に東、カラハンアサ、第6代君主派3分スライマーンにこの書を検定し、この功績によってカラハンアサ君主に禁じする大事重に任命された。15世紀にウイグル文字で作成された、いわゆるクタトゥグビリグウィーンボン。4行目に対処されている一文はアラビア文字スルスタイによる、 バスマラ現存する写本には3種類が知られており、うち2種類はアラビア文字によって書かれたカラハンワサ、チュルク語で記され、他のもう1種類はウイグル文字によって記されている。ウイグル文字版は1439年にティムール超東部の首都ヘラートで作成されたもので、本来の原本は他の2写本と同じくアラビア文字によって書かれたチュルク語文であったと考えられている。 原文は、マスナビーカラダと呼ばれる詩の形式を用いた陰文で書かれており、比喩や暗由、言葉遊びを交え君主のあるべき姿を説いた教訓や、道徳についての話である。この書が完成したおよそ10年後の1077年から1078年頃に、バグダードにおいて、マフムードカーシュガリーによって表されたアラビア語、トゥルク語辞典である、D1 リガートアイコールトゥルクと並び、 イスラム教徒のトゥルク人による文学作品としては最も初期に属す。ありがとうございます。